24日に放送されたオシャレイズム日本テレビ系にホンダ・ノゾムケが当女優やフィギュアスケーターとしてマルチに活躍するホンダだが、仲が良いという笹野隆史の直して欲しいところを語った。二人と仲が良いことがわかるとクリームシチュー。 上田真也。70歳を超えた笹野と10代である本田の友情に驚いた。本田によると笹野はアイスショーを見に来てくれたり。よくラインゲームのつむつむのハートをくれるため大好きだという。しかし本田は笹野に直してほしいところが一つだけあると明かす。 笹野はよく LINE で、何も話していないのに急に木村拓也のスタンプを本田に送り、これ僕というらしい。それをホンダはやめてほしいと笑いを交えながら語った。